パーパラパー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 始まりました。今日はカビライエーイ、カビライエーイでございます。いいんです、いいんです。今日の昭和なショーはいいんです。カビライエーイでございます。今日はですね、どうですか皆さん、ワールドカップ対オーストラリア戦見ましたか。ホンダがさあフリーキック蹴ります。後半ロスタイム、誰もがあのデンマークのゴールを再現してくれるだろう、そう思った。いいんです。その瞬間、さあ蹴ろうか、ピピー、試合中、そんなことがあったワールドカップ。このワールドカップをですね、皆さん今日はサッカーなんて興味 nothing という方に関しまして、ぜひこの番組を見ていただきたい。昭和な昭和、今日はじゃじゃん、サッカーワールドカップの魅力、これをカビライエーイの私が今日はねお伝えしたいと思います。さあ、このサッカーワールドカップでございますが、皆さんね、その名前は聞いたことあると思います。4年に一度開催されているサッカーワールドカップ、今日はちょっと若干見にくいので変なことになるかもしれませんけども、その辺はお許しいただき、イエーイ。さあ、そんなんでこちら、今現在戦っているサッカーワールドカップの最終アジア予選が2014年のブラジル大会に向けて今現在行われております。で、これをね、ワールドカップは知っている、サッカーは見たことがある、そんな方も含めて、この歴史を見ればもっとサッカーが楽しくなり、そしてワールドカップが楽しくなる。イエーイ、いいんです。だんだんこうやってたらうっとうしいと思われるからそれはいいからみたいな感じ言われるかもしれませんが、今日はね、このワールドカップをちょっとね、歴史を紐解いていきたい。まあ、サッカーといえばオリンピックもありますし、まあ、いろんな大会があります。クラブのワールドカップみたいなのもありますけど、今日はね、ちょっとこのブラジル第1回、そしてこのサッカーのワールドカップにちょっとこう、ね、焦点を絞って今日はお話をしていきます。横で翔子さん笑っておりますね、そんなことも交えながら、まずはこちら、ザン、ワールドカップ、サッカーのワールドカップが行われたのはまずいつからなのかということで、第1回が1930年、開催地はウルグアイでございます。この時からサッカーのワールドカップが始まっております。日本はこの時は不参加でした。なぜ不参加だったのかと言いますと、実はもっそ見にくいですね1927年に昭和の金融大恐慌があったため、その情勢が不安定だったんです。そしてサッカーのその協会っていうかね、それもそう財政難だったために、日本はこの第1回は不参加になっています。で、今ね、すごくこうサッカーってみんな盛り上がっております。なぜ盛り上がっているのかっていうのをね、これから先聞いていただければ、見ていただければ分かると思います。この第1回ウルグアイ、日本は不参加、そしてそこから4年に一度ワールドカップのサッカーっていうのを行われています。で、まあ、途中ね、戦争とかあって、その期間は中止っていうことはあったんですが、実は第1回から第15回大会まで日本というのは不参加および予選敗退がずっと続いていたんですね。で、ちょうど1970年の第9回メキシコ大会、この大会から実はずっと行きまして、1994年の第15回大会のアメリカ大会まで予選敗退が続いています。そうです、昭和の時代は日本のサッカーというのはなかなかこのワールドカップには行けなかったんですね。頑張っているけど行けなかった。なぜか、やはりそのアマチュアというのもありましたしね、そのサッカーっていうのがなかなかこう浸透して行かなかったっていうのもあるんですね。で、これが大きくそのサッカーがだんだんずれてきますね、これね進展しなかったというのは、実は1936年にベルリンオリンピックがあったんです。で、その時に日本が出場しています。で、対戦相手が1回戦スウェーデンだったんですね。このスウェーデンはこのベルリンオリンピックで優勝候補に挙げられていました。しかし日本頑張りました。新聞ではこう書かれていました、
日本なんてスウェーデンさん、日本なんて卒業あのスウェーデンの観光に来たようなもんで、ベルリンの旅行に来たようなもんだよみたいな感じで書かれていたんです。しかしさすがそこはジャパニーズ男子でございます。このベルリンに先制はされるものの、3対2でなんと日本が勝ったんですね。これがベルリンの奇跡と呼ばれるものがあるんですね。これから始まっています。しかしこのこれからね、ずっとそのサッカーの歴史が続いていけばよかったんですが、そうです、この後に日中戦争があり、第二次世界大戦